チャオズがサイヤ人をいじめる RTA、始まるよ。まずはオープニングをお楽しみください。したら、タイム計測開始しましょう。はい、用意スタート。あらすじを簡単に説明しますと、ご飯がさらわれたので、ピッコロと一緒にラディッツを倒そうそうしよう。もともと悟空は、地球の人類を死滅させるために送られたサイヤ人です。小さい頃に崖から落ちて頭部を強打し、サイヤ人の凶暴性が失われたようですね。このゲームはバンダイから発売された、ドラゴンボールの RPG です。手持ちカードの左上のボールにいくつかの星、カードの右下に漢数字が入っています。左上は移動力と攻撃力、右下は守備力の数値となっており、消費するごとに、新しいカードが右から補充されます。これをいかに管理できるかが、RTA の腕の見せ所ですね。さっきから2人が妙な移動をしてると、気になっているかと思いますが、キャラが隣接していることで、戦闘を2人で戦うことができるのです。序盤はこうでもしないと、あっという間に成仏させられます。記念すべき発演か。この RTA の問題児、9個さようなら。あまりうま味でない演歌は、このようにセーブリセットで開始します。よって本 RTA の移動方法は、10米クエストを参考にしています。これはストイックな RTA だからね、しょうがないね。研究を重ねたチャートを駆使して、タイムをガンガン伸ばしてやるのじゃあ。悟空とピッコロは、お互いの温度が感じられる距離を保ちながら、ドラゴンレーダーを求め、ブルマの家に向かいます。しかしセーブ歩き、めんどくさいなり。悪くない演歌だ。美味しくいただきましょう。このゲームの戦闘は、すべてムービー付きで行われます。ドラゴンボールを意識した、格闘による戦闘はかっこいいですね。と、言うとでも、はっきり言いますと、このゲーム、プレイ時間の8割は、戦闘シーンです。はい。おまけに戦闘シーンも、妙にねっとりしたものが多く、プレイをしていると、その長さからげんなりしてしまう人も多かったのではないでしょうか。しかし、やたら悟空狙われてないですか、これ。49だね、森崎くんもびっくりの吹っ飛び方です。そしてカイワレの攻撃で、ダメージはさらに加速する。防衛値の必殺カードを選んだからね。ダメージは覚悟の上だよ。でもまさか全員からタコになってやべえぞこれー。よけろ、かわせ、潰れ、やめろ。本当によけやがった。ここから一点構成じゃ、正義の拳、受けてみろ。弱い。そしてやる気ムキムキになったファンキシンが、悟空に襲いかかる。1戦目から土俵際じゃねえか。無傷のピッコロさん、やっちまってください。さすがなお主。あ。やめてよして殴らないで。梅が甘いわ。すいません、嘘です。死にました。一人ではかなわない。悟空とピッコロが力を合わさなくては。力合わせてダダルルを。すべて悟空が被弾したけどさ。しかし間違ってはいないと思います。序盤のリスキーな演歌を買ってこそ、好タイムが期待できるんですから。強襲サイヤ人の RTA、始まるよ。あらすじを知りたければ、単行本を買って読むといいよ。よし、まずはネットリムーブで、ブルマの家に向かいましょう。まずい演歌は、西部歩きで開始します。ちなみに移動数は、必ず消費しきらないとターンが終わりません。これはまずい演歌です。逃げ、ちゃんと逃げろやオラーン。序盤であることを考えれば、別に買ってもいいのですが、その度に、あの長尺戦闘ムービーが入るのです。なのでできる限り、うま味な演歌を選びたいんですよね。だがお前ら、先代の仇を取ってやるぞ。懲りずに低い防御のカードを選ぶ。これは無謀ではなく、戦略だから。キャラの流派とカードに書かれている流派を同じにすると、攻撃力が上がります。それでも倒せないね、あれ？この構成どこかで。うわぁ HP が半分吹っ飛びました。なんだお前ら、悟空に興味あるのかー。すまないがこっちに来ないでくれるか。人の言葉がわからんのか、鬼、悪魔、ケツ頭。サイヤ人と魔族の猛攻で、悟空の体はボロボロだ。お前は俺が倒す。やったぜ。いやまだ3匹いるだろ。宇宙人は応用力ねえな。そして当たり前のように殴られる悟空である。宇宙人の中では悟空が流行っているのか、そういうことか。そして悟空が減っている。まずいですよ。このゲームでの回復方法は、宿かお助けカードになります。しかし、手に入れるためには、敵のドロップか所定のマスに入るしかなく、現状で回復する手段とか、ないです。お前ら格闘家なら、チャクラくらい使えんのか？必殺カードを使うと、B を消費して強力な技が打てます。よし、ここまでは10だから悟空を殴るなって。随分苦戦しましたが、なんとかなりそうですね。かいわれマンが、悟空に必殺技を打たない限りは。あと1匹。残り HP は19。1発で終わるな。おっと、終わりの時が来たようだな。なんすかこれ。こんなに悲しいのなら、苦しいのなら、攻めのチャートなどいらぬ。完走できずに何が走者だ。フルマラソン開始 100m で骨折だ。しかも2回だぞ。というわけで、序盤を超えるために色々妥協します。ディスクは投げ捨てるもの。もう馬味まず味関係ありません。口に入るものは何でも食べます。第3次遠征。行くぞ。さすがに見飽きたかと思うので、これから移動や戦闘はガンガン飛ばしていきます。さよなら。バイバイ。先々代が超えられなかった初戦、俺が超えてやる。しかし見どころはないので8倍速だ。そして相変わらず猛攻を受け続ける悟空である。何、悟空からいい匂いでもするの？また悟空が焦ってる。成し遂げたぜ。まあこんなものだろう。嬉しいのでセーブだ。そしてやっとブルマの家に到着。おう、ドラゴンレーダーよこすんだよ、早くしろよ。ブルマの出番これだけ。奥ゆかしい女だ。ちなみに上の建物は宿です。おおばさん、ちょいと休んでくぜ。さてこれからは、今後に必要なカードを集めます。ここから下にあるマスで神経衰弱をし、必要なお助けカードだけを厳選するのです。ちなみに所持できるお助けカードは24枚。すでにドラゴンレーダーを持っているので、実質23枚ですね。どのカードをどれだけ所持し、どのように使っていくかが腕の見せ所ですね。ちなみにお助けカードは、捨てることができません。消費することでしかカード枠を開けられないので、注意しましょう。それでは、いらないお助けカードを処分しましょう。亀仙人のカードは、HP を 50% 分回復します。ミスターポポは BE を全回復します。あ、どちらのカードも、この RTA では不要だ。回復は、すべて剣論というラストエリクサーで行います。なぜリセットをしたか、お分かりの方もいると思いますが、神経衰弱マスに入った時、右から補充されたカードの種類で、神経衰弱の盤面を調べることができるのです。これは良い盤面なので、ありがたく頂戴しましょう。今手に入れたカードは、RTA になってはならないものです。天魔様は、カード左上の数字を Z に変えます。攻撃力と移動力を最大にできるのは、ありがたいですね。この盤面なら1枚だけもらおうか。今手に入れたのが、剣論のカード、いわゆるラストエリクサーです。今後雑魚戦やボス戦での回復は、すべてこのカードで行います。カード所持数を圧縮することができ、他の有用なカードを多く所持できますからね。天魔&海王デッキだ。おすすめいただきます。ババアはいらないので、わざとお手つきします。ちなみにさっきも手に入れていた海王様のカードですが、このゲームの攻略において、チャオズの次に重要です。効果は戦闘中での能力アップなのですが、なんとか重ね掛けができるのです。つまり多く所持することで、ボス戦を断然有利に進めることができ、本来ボス撃破に必要なレベル分を、カードの力で補うことができるのです。海王様を使い、さらにエンマ様でカード攻撃力を上げて、必殺技を打つ。このゲーム攻略における、上等手段ですね。レベル上げも並行して行うので、8倍速で飛ばします。レベルアップを倍速で飛ばしてしまった。今手に入れた武空術のカードは、マップ上の指定のマスで使うことで、ついになっているマスまでワープができます。これを使うことで、次のマップが短時間で攻略できるのです。敵が落とすカードのせいで、所持数がパンパンだぜ。宿が遠いので、ここは余っているカードで回復しましょう。来ました。このゲームにおける最大の良心。オニオンくんです。彼の良いところは、稀にですが戦闘中に大猿化することです。もちろん強くなってしまいますが、なんといっても経験値が違います。9コンマンの経験値が5、通常オニオンの経験値が10に対し、大猿オニオンの経験値は、驚異の90です。なんだ、たったその程度か、と思ったそこのあなた。この恐ろしく長い戦闘ムービーをいかに省き、多くの BP を得るかが高タイムの必須条件。そういうわけでオニオンくん、遠慮せずに獣になるたまえ。ちなみに大猿化は必殺技扱いなので、オニオンが必殺カードであれば期待大です。じゃ剣後回しにしましょうね。どうしても最後にしてやる。お前には失望したぞ。はかなり確率が低いので、もしかしたら枯れないかも。でも、テストランでは出たんですよ、200回以上。またカード集めとレベリングになるので、8倍速で飛ばします。ちなみにですが、この先のマップも、さらにその先のマップも、がっつり倍速で編集されています。なので、細かな部分や設定をすっ飛ばしている箇所も多いので、ゆっくり見たい人には、あまり向いていません。それでもこのゆるゆるなチャートに、お付き合いいただけるのであれば、最後のパートまで見てくれると、とても嬉しいです。視聴者の方々が喜んでもらえるのなら、何でもしますから。のカードは、指定したカードを必殺カードに変換します。ボス戦は必殺技がないと勝てません。カード欠損を防ぐためにも、絶対必要ですね。このパートでのカード収集は完了です。引かれた。それではラビッツの場所に向かいながら、レベル上げを今回はここまでとなります。パート2へ続く、強襲サイヤ人 RTA パート2、始まるよ。前回の、悲劇的なニオスを乗り越え、最初のマップを攻略中です。今回はサクッとラディッツを粛清し、早く次のマップに行きますよ。そして相変わらずのネットリムーブとセーブ歩きですね。これはタイムが楽しみです。では見どころはないので、しばらく探します。しかし倍速で見た方が、ドラゴンボールらしい動きですね。まあこのゲームの続編にあたる、エッチンクリーザでは、もう少しサクサクの戦闘ムービーですね。そういえば今年の映画では復活するとか、おめでたいめでたい。この右手に見える、シューのマスは、文字通り狩猟マスです。マスに止まると、キャラクター一人が狩猟をすることができますが、はっきり言って、全然美味しくないです。これなら二人で雑魚狩りをしている方が何倍も効率的です。というわけで、狩猟マスには、絶対に止まりません。どうしてそこでやめるんだ、そこで！狩猟は、後にもう少し頑張ってみろよ！ダメ諦めたら周りのことをお前応援してる人たちのことを思ってみろって。あともうちょっとのところなんだから。俺だってこのマイナス10度のところしじみが楽しく頑張ってんだよ。決定ってみろ。必ず目標達成できる。だからこそこちらのゲームは関係のない運にかなり左右されるものである以上、安全サートにおいてお呼びでないです。だから球根一匹演歌はまずいって言ってるじゃねえか。あ、そうだ。このゲーム、敵の種類が少ないなぁ、と感じたそこのあなた。このゲーム全編において、雑魚の数は10種類のみです。この数字が、どれほどすごいかというと、ドラクエ3のアリア半大陸の敵が、ちょうど10種類ですね。いくらなんでも少なすぎると思うのですが、それは一人用のボットが道を塞いでいるので、住人に挨拶に行きましょう。中ボスでさえモブとは加速。しかしなかなか BP が稼げないなりー。おばさん、この疲れた心を癒してくんな。こっちの緑にもよろしく。お久しぶりね。あなたに会うなんて。すいません、大猿になってください。そろそろレベル上げだるいです。お。よし、瀕死にしたぞ。緑は、周りの球根をついどいてくれ。美味しそうな野獣だー。ちなみにさっきギリギリまで削ったので、あとはとどめを刺すだけです。でも念のためやじろべえにも殴らせよう。じゃあ、しようか。やったぜ。おい緑、相変わらず応用力ねえな。105BP。うまい、うますぎる。このまま一気に、マッククリアまでの BP を貯めます。レベル上げに時間のかかるゲームだ。今後マップが進んでも、基本的にはこういった作業が続くので、何か皆さんが喜ぶ動画を用意しないといけませんね。そうですね、親しみやすい動画の条件としては、まずは声が入っていた方がいいですね。個性的な声優さんならなお良いです。食べ物やお菓子を題材にするのもいいね。可愛い女の子がたくさん。これもいいな。たくさんの石を使う。花が出るね。でもこんな好条件の動画、なかなかないですよね。よし、探してみよう。探す際のタグ検索は、不要、拷問、地獄でいいんですよね。まあ何にしても、こういう早送りの最中に、何か間を持たせるものを入れますね。それにより心的外傷を受けても、一切喚起しませんがね。ぼちぼちレベル上げも終わります。ご飯を救うため、ロン毛や幹を懲らしめに。行くぞ！ショタを閉じ込めるおじさん、どこかにいませんでしたっけ？まあいいや、俺の息子を返してもらうぞ。死に場所だ。こいつがマップ1のボス、ラディッツです。ラディッツの BP は1500。BP の差が顕著に現れるこのゲームでは、この程度の BP2 人では、殴り合いでは絶対に勝てません。ではどうするか、ここは魔観光殺法を使います。その際、各カードの攻撃力を、最大の Z にし、さらに海王様のカードを複数枚使い、攻撃力を上げます。ピッコロのレベルが4以上ないと、これに必要な BE を確保できません。ご注意を。はい注目、ラディッツがピッコロを殴ります。HP の4割を持っていかれました。最大攻撃力、さらにダブル海王様の一撃を食らえ。落ちろってんだよ。108ダメ。なかなか幸先いいですね。これで合計120ダメ。合計132ダメ。およそ半分弱削りました。ここでさらにお助けカード。閻魔様を使い、必殺カードを強化。言論を使い、全員の HP と BE を全回復。こうしないと、ピッコロが魔観光殺法を打てないからね。海王様を使い忘れた。ちなみに海王様は、その戦闘中で継続するステータス強化なので、この使い方では、ロスですね。というのも、海王様の解釈は、攻略サイト様によってまちまちで、気がついた時には、RTA が終わってたんだよ。あ。ピッコロ、影分身だ。できるじゃない？ちなみに耐えられたのは、4枚の海王様ドーピングのおかげですね。当たれ！良いペースだ。残り HP は60。シェンロンを温存し、ここはカメハメハでとどめを誘う。お、辛そう。緑、今日は冴えてるな。じゃ、死のうか。全然足りてないじゃないか。こんなことなら、言論を使って確実に落とせばよかった。残り5か。先制強力エネルギー派が来なければ、まあ大丈夫でしょう。歯止めは悟空だー。やったぜ。まあ、こんなものだろう。ラディッツ曰く、1年後にもっと強いサイヤ人が来るとのこと。こいつらを倒すには、さらなる修行が必要。悟空は自殺し、海王様の元へと向かう。行くストーリーとはいえ、もっと違う方法はないのか。そんなこと言ってる間に、ガーリックがシャシャってきた。悟空を生き返らせるためのドラゴンボールを回収しに行くため Z 戦士6人を3つの方角に向かわせますと、その前に悟空単独のパートに入ります。このマップにでは蛇の道を進み続け、海王星に到着すればクリアとなります。ちなみにここからの悟空が移動に費やした回数は最終エリアでの合流のタイミングに大きく関わってきます。最終マップには大きく分けて3つのボスがいるのですが、悟空がいることにより倒す時間を大きく短縮できるのです。なのでこの RTA では悟空を最短のタイミングで合流させます。そのためにここでの移動はできるだけ大きい数字が求められるので、手持ちのカードに6以上がなくなったら、セーブ&リセットを繰り返しています。昔はこの悟空合流のシステムがわからなかったため、ほとんどの人は、ベジータ戦での合流だったと思います。しかしそうなると、栽培マンやナッパを倒すのに時間がかかり、時間をかけずに倒そうとすれば、余分にお助けカードを得なければなりません。神経衰弱のロスを考えると、できればお助けカード取得の回数は減らしたいです。なので RTA においては、悟空の最短での合流こそが最適解ではないでしょうか。ちなみに移動回数は蛇の道だけでなく、海王星での移動回数も対象です。ここ重要です。悟空早くしろ、間に合わなくなっても知らんぞ。乾くところで温めておいた武空術カードを使いましょう。飛びます飛びます。このように杖になっているマスにはアップすることができ、移動回数を減らすことができるのです。はい、解説終わり。キビキビ進めよう、早くしろよ。武空術を使うことで、強制狩猟マスを避けることもできるので、狩猟失敗におけるタイムロスも避けています。なお、狩猟失敗におけるペナルティは8日遅れです。あと、最後の狩猟マスは避けられません。しょうがねえなあ。テストランではサクサクだったから、多少はね。狩猟は、相手よりも攻撃力の高い数字を5回出さなければなりません。まあ1回の失敗はしょうがないね。所持カードも弱かったしね。弱いカードを減らしましょう。弱いカードが補充された。思えばここでのセーブは失敗でした。狩猟マスが近くなりすぎ、カード吟味ができないじゃないか。1カードはいらぬ。こんなところは、サクッと進みましょう。カードは同じ強さでも受け。7より1が強く、Z より2が強いです。あれー、ここ簡単なはずなのに。余は寛大な男だ。失敗は3度まで許そう。すげえカード運が悪い。はっきりわかんだね。なぜそこで1を使わない？チャート変更、閻魔鬼大召喚。カード回収がロスへ、明日よりも今日なんて。カード使用がガバガバですね。緊張からか、カード暴発。次回からは気をつけましょう。ああ、もったいないね。さすがにこれで失敗したら、ロムをユウさんに入れてやるぞ。やったぜ。まあこんなものだろう。3回の狩猟を回避したのに合計で4回の狩猟をしている。やっと到着。マップにかん。ここにはダジャレ好きなおっちゃんがおり、狩猟をつけてくれます。ここからマップ3。今回はここまでとなります。パート3へ続く。強襲サイヤ人 RTA パート3、始まるよ。前回、マップ2の蛇の道をクリアしました。全然予定通りに進まないよ。今回は、3方に分かれた北担当、クリリン&ヤムチャのマップ3を攻略します。この2人をなぜ北に送ったのかは、後々説明します。お前女の子みたいな名前してんな。注目は、こちら2人の BP です。どこより弱いってなんだよ。これからするのは、クソザコジェット戦士のレベル上げです。壊れるなぁ。ちなみにピッコロ&ご飯、天津飯&チャオズのマップでも、同じ作業が待っています。このゲームの構成は、レベル上げが8割、カード収集が1割、ストーリーが1割です。ドラゴンボール本編でも、狩猟は大事な要素だった。けどここまで踏襲する必要は。例によって、初戦や2戦目くらいでは、カード運次第であっさり負けます。こまめにセーブし、こまめに宿。今やこれは常識。あ、ちなみにこのマップさんは、マップ内にはいない上手い敵がたくさんいます。このジャスミンもそれ。球根より弱いのに BP が8もらえます。他にも2匹上手いのがいますが、まあ後ほど紹介します。初戦闘くらいノーカットかなと思いましたが、まだ時間かかりそうですかね。音だけは景気がいいな。よすよす。この戦闘モーションは短めでいいですね。タスさんの動画ではとにかく短いモーションだけ弾いてましたね。ああ、ちなみにタスさんのクリアタイムはというと36分32秒。まだカセットフーフーしてるわ。まあ参考にならないとはいえ、ここまでのタイム差があるとは。あとタスさんは神経衰弱などしません。お助けカードはすべて敵ドロップで回収します。さらにはご飯の大谷化や、ヤジロベイの使い方も完成されており、人力でのプレイでは、ここまで追求できませんでした。そしてお前らはいつまで戦っているんだ。このゲームの敵は、どちらかを集中的に攻撃しやがりますね。おかげでヤムチャがボロボロです。原作通りだな。あへー。やったぜ。1回の戦闘にかかった時間、3分7秒。二度とやらんからなこのゲーム。おおばちゃん、あんた何匹いるんだい？ここからは早送りで、ガンガン飛ばしていきますよ。いくいく。2人の BP が500を超えたあたりから、遠征を始めます。東にある神経衰弱で、消費したカードを補充しましょう。しかし、単調なレベル上げでは、皆さん暇ではないでしょうか。ここからは倍速の時間を有効活用し、解説のコーナーをお届けします。私は、視聴者様を苦しめるようなことは一切しません。ご安心を。ここからは、このゲームにおけるステータスについて説明をします。もうお気づきかもしれませんが、このゲームには装備という概念がなく、キャラクターの強さは、BP、技攻撃力、基本防御力で構成されます。BP は戦闘によって上昇しますが、他2つは変動することはないです。また、RTA の性質上、早く敵を倒すことが求められますので、優秀なのは、この2人ですね。しかし技攻撃力が高くても、技が弱いと意味がありません。では、それぞれの最強技を比較してみましょう。このようになっています。悟空は海王様との修行後、元気玉を使います。天津飯も強めですが、ストーリー上どうしてもピッコロの方が BP が高くなるので、思ったよりも活躍しない印象ですね。チャオズの数値の低さが気になる方もいると思いますが、チャオズには、超能力、という技があります。これは、対象の敵を2ターン行動不能にします。そして相手の基本防御力を2、下げます。これがエグいのです。簡単に言えば、敵の動きを止めるルカニです。しかも必中、ステータス回復の手段もないです。つまりチャオズがメンバーに入った後の戦闘は、毎ターン超能力。他は殴る。なんとも言えない戦略ですが、ジャオズがいなけりゃ RTA やってませんよ。それだけこのゲームでは、破格の強さを持っているのです。ちなみに敵にも、技攻撃力と基本防御力が設定されています。そのデータがこちらです。雑魚だけ抜粋してます。サイバーマンは最終マップにしか出てこないので、まだ合っていませんね。このように見ると、プレイヤーキャラよりも弱く設定されており、一応 RPG なのかな、と関心が尾になる。どいつもさほど変わらないステータスですが、ここで注目はシナモンです。シナモンは HP こそ高いですが、走行は豆腐です。右隣のハーブに比べても、1、2発は少ない攻撃で倒せます。さらに戦闘での取得 BP をドン。倒しやすくて取得 BP が10。からなきゃ損ですよ、奥さん。まあこの3式は、効率的なレベル上げには、狙って狩る必要がありますね。これからカイワレと球根はただのまず味です。いらない。ちなみにサイバーマンも借りませんよ。まあ最終マップでは強制戦闘ありますが、そもそもこいつの BP は、ラディッツに匹敵してます。めんどいわ。さて、ボスのステータスも比較しようと思いましたが、そろそろ画面を戻しましょう。焦ることないさ。さて、お助けカードを補充しましょう。このマップのボス用です。チャートチャート。どうしちまったんだ。オラの確認能力。もっと見やすいチャート作らなきゃ。一式で来るとはいい度胸だな。カメハメハは技攻撃力が25しかないけど、まあ倒せるでしょう。先制されるのは、地味にロスいなぁ。威力は低めだけど、倒せるかなぁ。よすよす。お助けカード補充とレベル上げなので、また8倍速にします。8倍速でも、なんだか遅く感じてきました。この編集ソフトでは、これ以上の倍速が出せないんですよね。まあ8倍以上の倍速が必要なゲームなんて、そうそうはないのですが、なぜこのゲームで RTA をしてしまったのか。これがわからない。あ、そうだ。このドラゴンボール集めのメンバー振り分けについて、解説しましょう。Z 戦士6人が、ドラゴンボールのある3つの地域に手分けして向かうのですが、この北エリアのボスが、ぶっちゃけ一番弱いです。このボスはシナモンのコンパチなので、防御が神同然です。なので Z 戦士の不良再建を割り振ったわけですね。東のボスはハーブのコンパチ。防御力がカッチカチなので、ジャオズに柔らかくしてもらいます。そこを天津飯でのします。そして西は余り物。ピッコロとご飯です。ご飯は初期 BP が130しかないので、ピッコロにはその介護をしてもらいます。昔は攻略本を見ながらのプレイでしたので、この一番ぬるいマップに、ピッコロを派遣してしまいました。攻略本を名乗るくせに、攻略法を間違えるのだけは許さん。一番きつい東にクリリンとヤムチャを送ってしまい、大変な思いをしたものです。あの頃はインターネットのような便利なものもなく、友達か攻略本の情報だけが頼りだったなぁ。そして裏技で亀仙人が仲間になると言ってた友達。過去に遡って殴りたい？安全チャートなので、カードを満載しました。ではボスの元に向かいましょう。道中でレベルを調節です。主要マスだらけですが、夜勝ちなし、主要なんて必要ねえんだよ。心の体も寒いと思ってらなくて、すぐ熱くできる方法があるんだよ。言葉さ、寒いって言えば寒いでしょ。暑いって言うんだよ。暑くなってきたね。あれ？暑い。なんか気持ちも体も暑くなってきた。暑い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 。体もあったかくなってきてるよ。そうだ人間北海道。もう気持ちも体もあったかい。俺は何やっても大丈夫だ。この暑さで頑張ろう。おサクッと戦争が終わりましたね。ハーブが硬すぎるのか、ヤムチャがだらしないのか。あとハーブはその顔禁止ですありませんので、ボスまで8倍速です。しばらくは Z 戦士らしい高速戦闘をお楽しみください。それでも暇な方は、自分の成績でも発表し合っててください。私、成績なんてありませんよ。ただのお手伝いロボットですから。もちろん動画撮影中はコメントを見ることができませんが、皆さんがどんな議論を交わしていたかは、後の楽しみにしておきます。さてボスの前に着きましたので、これからしばき合いです。ここがお前の死に場所だ！のボス、柔らか山椒とお供に引きです。はっきり言いますと、ガーリックの手下で最弱です。その最大の原因は、防御4という難耐性。このゲーム、高い HP で低い防御力は補えません。一方で、低い HP であっても、高い防御力があれば補えます。と、こういうバランスなのです。そういうゲームだからこれ。ここでヤムチャが早期弾を使います。脳解王ですが、どうでしょうか。おお、やっこいやっこい。お前なかなか、やるじゃねえか。このターンでは、必殺カードにエンマを使い、高攻撃力のカードに父を使います。ダブル必殺技を、ぶち込んでやる。クリリンの飛炎山の方が、ヤムチャの早期弾より強いのですが、早期弾は敵に必ず当たるという特性があるので、優先して使っています。いまいち、最初のカードが防御Zなのが痛いね。かいけど硬い。ちなみに3初戦では海王様は使いません。あえてね。低防御力なので、この2人でも簡単に押し切れますし。海王様カードは、神経衰弱で、やや出づらいんですよね。なのでここは温存しましょう。三色君一人ぼっちだね。ねえどんな気持ち？変論、満タン現金で。もう引かれたので、ボス戦でも8倍速だー。このヤムチャ、早期ガンジャンキーだな。もう原作より数打ってると思う。そろそろとどめです。亀川柳原骨で終わりにしましょう。やったぜ。まあこんなものだろう。ボスのくせに汎用 BGM だから負けるんだよ。このマップは悟空の狩猟パートです。海王様の飼っている霊長類を捕まえればクリアとなります。ルールは一般的な狩猟と同様に、相手より大きいカードを出せばいいのですが、実はこんな計算式が用いられているようです。私の頭では、よく理解できませんが、まあ要は、大きいカードで叩き潰せばいいんです。なのでここでは、エンマ様を惜しみなく使っていきます。遅い。目標クリアターンは2です。それでは害獣捕獲に。行くぞ！これなら2回で終わるでしょう。手持ちが弱いですね。リセットして、手持ちを変えましょう。お、いい盤面ですね。これならエンマ様を蹴散れそうです。このリセットで手持ちカードが変わるシステムのおかげで、ウーロンのお助けカードが腐ってますね。1枚だけエンマ様を使い、これで終わらせます。かわいいケツしてるじゃねえかー。はい終了。檻にでも閉じ込めておきましょう。おうおっさん、ノルマ達成だ。早く組手してくれよ。今回はここまでとなります。パート4へ続く。強襲サイヤ人 RTA パート4、始まるよ。前回、マップ3とマップ4を終わらせました。これでもまだ半分以上残ってます。このマップは、天津飯とチャオズを割り振りました。理由は前回話しましたね。念願のチャオズを手に入れたぞ。ガーリックもサイヤ人も、まとめて撃滅だ。でも初期捨ては非常に低いので、ねっとりと育てましょうねー。お、ジャスミン。お前女の子みたいな名前してんな。天津飯とチャオズの流派は亀です。というか味方の半分は亀ですね。この時点のチャオズは恐ろしくひ弱です。あんまり殴らないでね。こうやって慎重に育てていくのが RPG の醍醐味ですね。いかに雑魚敵といっても多分6、7発殴らないと落ちないでしょうね。このゲームの敵は絶対集中攻撃持ちだぞ。1匹を狩るのに1分20秒ほどです。もっとシャッシャッ戦いなさい。それでは見どころ皆無なので、例のごとく8倍で流します。しかしレベル上げを見せられても、視聴者の皆さんは暇ですよね。そんな皆様のために。今回は、ボスのデータを紹介したいと思います。この動画で、視聴者様に精神的ダメージを与える要素は決してない、と思っていただこう。まずこのゲームのボスの種類ですが、変身後の姿、さらに海王様も含むのであれば全てで10種類です。雑魚10種類、ボス10種類、RPG ってなんだよ。これがボス一覧です。左上から、戦う順に並べてあります。いろいろと言いたいことはありますが、3つほどいじりましょうか。このマップで戦うミッキーですが、全キャラで最も防御力が高いです。正攻法で殴り合っていては、倒すのに1時間はかかるでしょう。そのためのチャオズ、あとそのための超能力。というわけでマップ後にチャオズを配置したわけです。丸。の技攻撃力。一人だけよくわからんことになってます。半端なレベルでは、ナッパの技一発で粉々になりますよ。そしてこのゲーム、味方が死んだら生き返らせません。変論カードでも無理です。原作に準じて、ナッパにコロコロさせたいのでしょうね。そんな配慮いらぬわ。なのでナッパには、1ターン目から超能力で金バックプレイです。嬉しいだるるを。3つ目はここです。オーザルと化したベジータです。オニオンもそうですが、オーザル化すると BP が大きく上昇します。BP も攻撃力と守備力に大きく関わる数字なので、このように基礎ステータスを下げて調整をしているのでしょう。ただテストランも含めて、一度もオーザルベジータは見たことがありません。理由？一撃で殺すからです。続きまして、各ボスの BP をチェック。こっちの方が重要だね。こんな感じです。やっぱり突っ込む穴が多いなぁ。一番の注目はここでしょう。さすがはサイヤ人の王子だと、褒めてやりたいところだぁ。まあ先ほど言ったように、オーザルと戦うことはないですので、数値ほど恐怖を感じる必要はないかと思います。あと何気に面白いのはここですね。海王様の BP です。ナッパより強く、ベジータより弱いところに、匠の遊び心が伝わります。すごく強い存在ですが、それでもベジータよりは弱いので、だから悟空が強くならなきゃ、サイヤ人たちを倒せないよ、と。まあベジータより強かったら、お前が戦えって話になりますしおっし。そんなわけで、いろいろと分析や見解は並べてみましたが、結論としまして、チャオズは超能力、他は殴れ、です。最も強い行動を押し付けるのは、当然ですよね。でもなんだろう。少しやるせない気分です。あんまり強すぎても、工夫の余地がなくなってしまう。強いのはいいんですけど、バランス壊れちゃうのはダメ、絶対。あ、ちなみにですが、超能力の被害者となるのは、この方々です。皆さんも外出時や戦闘時は、超能力に注意しながら生活しましょう。そろそろカードマスに向かいましょう。南南西に進路を取れ。いらんカードを消費しときましょう。なんか主要マス多いな。でも絶対に入らんからな。実戦に勝る主要はないって、それ一番言われてるから。部活とかでも、やっぱり練習試合を多くする方が強くなるんですかね。まあ RTA も、実際に練習で通さないとわからないことが多いですからね。ちょうどイデルを発見しました。チャオズの実験台になってもらいましょう。4人に勝てるわけないだろ。このように超能力は、敵の行動を2回封じることができます。つまりこのターンも、ジャスミンは動けません。さらに防御が下がっているので、全3のワンパンで53ダメです。これをボスにぶっかけまくるのです。しかも毎ターン。そのえげつなさ、早く見せたいですよ。ちなみに毎ターンかけるということは、チャオズの毎回の行動が、超能力になるわけです。そして超能力は敵の行動を2回封じます。つまり、一回超能力をかければ、そいつは二度と動けないってことだ。うわぁ、これは完全にクソゲーですねー。たまげたなぁ。そんなとこいないでチャオズも休みなさい。確か原作では、このおばさんと戦ったような。まず味変化は5年被る。しばらくはカード回収ですので、ざっくり飛ばしますよ。エンマと海王回収。シェンロン回収、幸先いいぞこれ。1リセ。2リセ。3リセ、4リセ、5リセ、6リセ、7リセ、8リセ、9リセ、10リセ、11リセ、12リセ、13リセ、14リセ、長い、乱数調整だ。15リセ。なんか21回連続リセがあった気がしますが、よく覚えていません。というかあったので、もうボスに向かいます。開始から3時間半でこんな作業、俺は罪人じゃねえぞ。まあ道中で BP は貯めればいいし。お助けカードは少ないわけじゃない。これでも安全チャートだから。見どころはないので、8倍速でいく。そういえばテストランでは、天津飯レベル8でボスを倒したのですが、チャオズがいれば、もっと低いレベルで倒せるような気がします。さっきカード回収で、大きなタイムロスをしたので、ここは天津飯のレベルが1少ないまま、挑んでみようと思います。どんな時でもスピードを求めてやまない、RTA 奏者の鏡。まあぶっちゃけ、レベル上げ飽きました。大体超能力が使えるやつと、目が3個あるやつが、弱いはずないよな。まあトラはもともと強いっていうからね、君たちは特別な存在だから。雑魚か。そんなわけで、通り道にあるボスの元にやってきたのだ。まあ1レベル低くても、平気平気。お前の死に場所だ。エリア5のボス、カッチカチのミッキーです。まずは超能力を見舞ってやりましょう。いきなり必殺技を使う卑怯者ね。まあ攻撃力は低いボスなので、これは致命傷になりませんぜ。チャオズのターンになるまでが、お前に残された時間だ。いけチャオズ、サイコキネシスだ。さあ、魔族解体ショーの、始まりや。しっかり柔らかくしてから、指針の剣気攻法をぶち込んでやりましょう。解説でも書いておきましたが、技攻撃力は、魔貫光殺法以上。悟空を除いた、ジェット戦士の最強技を、その身に刻んでやるぜ。なんだお前根性なしだな。いけちゃおず、催眠療法だ。加速。来てます。チャオズ来てます。おめえの出番だ、天さん。最強技の指針の以下略をぶち込んでやりな。父オケ。海王オケ。レベル足りてねー。やっちまった、しょうもないミスを犯してしまったぞ。こんなことが起こるなんて、読めなかった。このゆっくりの目をもってしても、仕方がないので不幸法です。まあチャオズの超能力を切らさなければ、勝ちは確定的に明らかなので、そこまでつかん。お前動けるのかよ。ここからはネチネチいじめるだけなので、8倍速だ。やったぜ。まあこんなものだろう。ここからは再び悟空のパートです。前にやったバブルスピンの狩猟と大差ないので特に解説することはないです。リセットで良いカードを吟味しつつ閻魔様のカードで数値の底上げをしましょう。ここも楽にクリアできそうですね。カード回収の苦労が報われる。また一匹虫けらが死にに来たか。めめたー。俺は駆除業者じゃねえん。今回はここまでとなります。パート5へ続く。教習サイヤ人 RTA パート5、始まるよ。前回、マップ5とマップ6をクリアしました。もう終わりでいいんじゃないかな。今回は3方に向かった Z 戦士、最後のマップです。マップ1で活躍したピッコロは、すでに強いですが、問題はご飯が圧倒的に弱いことです。BP130 って。このご飯、今回の RTA では見どころありませんが、レベルを上げると誰よりも HP が高くなります。お前ドラクエの転売中かよ。しかしこのプレイにおいて、ご飯ははっきり言ってお邪魔です。はい。本当はさっさと間引いて、戦闘シーンの短縮をしようと思ったのですが、怖くてできませんでした。まあ安全を追求した RTA だからね。しょうがないね。ちなみにご飯ですが、大猿になれます。ただし大猿になるためには、きっと尻尾のお助けカードが必要で、それを入手することは、時間のロスと判断しました。なので特に工夫もなく、このマップも今まで通りなんだ。このチャートを作ったのは誰だー。己ドクターワイリー。ピッコロがいると楽ですねー。おー助かる助かる。そしてお察しかと思いますが、ここからまたレベル上げなのです。しかし前回で、解説はほぼ終わってしまいました。かといって8倍速でも、かなり時間がかかるのですよ。そこで私は考えました。8倍速でインコしたシーンを、さらに8倍編集できないかと。ちょいと手間がかかりますが、ま、多少はね。というわけで、やってみましょう。3時間59分10秒から開始です。加速。で、はいー。なんだ、この速さは、もはや何と戦っているのかさっぱりわからん。これはいい？これは見る方も楽ですね。しかし、レベル上げをした苦労の過程が、これでは全く伝わらないぞ。ああ、僕の苦労が、まるでなかったかのようにすっ飛ばされていくよ。この辺だって、あえて戦闘シーンを省くためにご飯のターゲットを先に倒したり、いかに必殺カードを維持するか、ちゃんと工夫したのに、こんなことなら、精神鍛錬用の動画でも流しておくべきだった。そもそもこんな超倍速をやろうとした。早いっすね。もうボス手前ですね。なんか複雑な気分だぞ。まあ先はまだまだ長いし、サクッとクリアしてしまいましょう。保護色になって見えづらいですが、マップボスのジンジャーがそこにいます。ここでチキンセーブオーバー。良い盤面ですね。狙い通りだ。ここがお前の死に場所だ。攻撃も硬さも普通。バランスの良いジンジャーです。ここは温存する必要なし。まあ、観光殺法をぶち込んでやる。初っ端からなんてカードだよ。羨ましいぞー。ごはーん。大丈夫だ。問題ない。緑、悪い緑を倒せ。落ちろってんだよ。意外と通らない。敵のカードが強いのか。ご飯は周りをきれいにしておいてね。まあ、観光殺法は強いけど、燃費が悪くて仕方がないな。B がパンパンだぜ。それほど防御は高くない。アタックチャンス。こいつ！オッケーオッケー。惜しい？あと1足りない。意外に弱えな。あん。ボスだけど8倍速なんだよ。上等だルルオ。緑。いや、お前は深緑だな。やってやる！やったぜ。まあ、こんなものだろう。ここからは Z 戦士が集結。6人パーティーとなりました。このマップでは、少し敵を狩るだけでいいです。火力はピッコロで足りますし、チャオズがいれば、ボスから攻撃を受けないですからね。大舞台ですね。大乱闘と行きましょうや。手持ちカードは5枚。つまり1人は行動できません。一番 BP の低いご飯以外で攻撃しましょう。このメンバーにおいて、サイヤ人の息子など。不要だ。はよ決めろ。数が多いだけなので、8倍速で飛ばしまーす。お前で最後だ。亀天竜玄骨を喰らえ。数が多いだけあって、BP は馬味だー。このマップでは、全員の BP が1000を超えるくらいまで伝えます。ぶっちゃけそこまで高くなってもいいんですが、ボスを倒すにも、ある程度攻撃力があった方が効率的です。またチャオズも、次のレベルで超能力を4回使えるようになるので、そのあたりも、大きな理由ですね。このマップは、ガーリックと戦う前に、今まで倒した手下3匹が、まとめてかかってきます。こいつらに手間取っているようでは、まず火力が足りていません。ある程度強くすることは、安全チャートではなく、ロス回避なのですよ。順調にレベルが上がっていますが、もう5時間を過ぎてますねー。ふん、雑魚か。ふん、雑魚か。ふん、雑魚か。お前ら何がしたいんじゃー。ロスって切れそうなんじゃー。お前ら全員 RTA 遅延罪だ。しかし最初からいるこいつらでレベル上げをしているのは RPG としては優しいということなんでしょうか。ドラクエや FF に慣れ親しんだ私としてはこれは全く違う種類のゲームに感じます。ちなみにファミコンで一番完成度が高いと思う RPG は、それは皆さんの心の中にあります。もし印象深い RPG があるのなら、押し入れから引っ張り出し、プレイしよう。ちなみに私の知っている人は、ドラクエ4を10回以上通してますね。何が彼をそこまで引っ付けるのかはわかりませんが、多分、暇なんでしょう。あれ、おばちゃんじゃないのかよ。さて、全回復したところで、例の3匹と戦いましょう。奴らのステータスは何も変わっていません。力を合わせることを覚えただけですね。ちょっとだけカードを吟味しましょう。よし。ここがお前の死に場所だ。生姜焼き、そば飴、うな重、わら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 。つまらん、すりつぶす。はい、これからあなた方をすりつぶします。とりあえず必殺技を打ちまくりましょう。今思えば、ここはお助けカードを使ってタイム短縮をするべきでした。さっても中ボス、結構粘るんですよこいつら。でも前に倒したから、8倍速でいいですよね。ドラゴンボール映画での敵は、まず3体出てきて、その後ボスが多い。多くない。昔は映画館に行って、よく見たものです。カード出しなんてものもありましたねー。ふりかけのおまけに、ドラゴンボールのスーパーボールが入っていたのも、よく覚えてます。私が小学生の頃に連載が終わったので、もう随分昔だー。とても人気の高い漫画だったので、皆さんの中にも、カメハメハを出そうと頑張った人がいるのではないでしょうか。まず軟体生物、お前から落ちろ。次は深緑、天の駅な。最後はカチカチ、お前相変わらずカチカチだったよ。やったぜ。まあ、こんなものだろう。さてマップ8も、残すはガーリックのみです。でもその前に休憩2時間5000円しましょう。ガーリックは、第2形態がありますので、回復はしっかりしておきます。ちなみにもう雑魚は狩らなくていいです。BP もレベルも、クリア水準に到達しました。これは狩る気満々ですね。なぜここで狩りをしてしまったか、まあ全く覚えていません。目の前に敵がいると、つい狩っちゃうんだ。ここでハンドルを右に。実はこの奥の何もない場所に、各自神経衰弱があります。最後のカード補充です。念入りにしますよ。スルスル。この作業もうやだ。そして無意味な狩りを続ける RTA 奏者のクズがこの野郎。この時、すでに5時間以上が経過し、多分頭のあんこに糖分が足りなかったのだと思います。今度は RTA をするときは、手元に甘いものを置いておこう。チキンセーブ。お前の死に場所だ。このマップのボス、ガーリックです。正しくはガーリックジュニアかな。戦い方はもはや言いません。ドラゴンボールは、超能力バトル漫画です。真っ先に超能力、チャオズさん容赦ねえっすね。もうあとは Z 戦士が殴るだけ、なんだよなぁ。まあ第一形態だけでも、ノーカットでいきますか。まあまあ硬いですね。やっぱ無理だ。速さが足りない。今更だけどこのゲーム、工夫の余地が全然ねえぞ。考えるまでもなく超能力が最善策。まるで作戦ロナウドみたいだ。動けない相手をひたすら殴り続けるなんて、教育に悪すぎだよ。この世に緑は二人といらん。あの世へ行きな。やったか。森盛りになって復活しました。強そう。でもその筋肉が超能力を弾けなければ、何の意味もないんだよ。最初で最後の攻撃、オラ撃ってこい撃ってこい。うわぁ強い。強い。こんなやつ倒せるのか。空気を読んで最後の番になるチャーズは人外の鏡。死のうか。ちなみにこの戦闘ノーカットで見たい人、今反対多数で否決されました。HP950 はさすがに面倒な相手ですね。私は昔、超能力を使わずに倒していましたが、ものすごくレベル上げに時間をかけていた気がします。当時は若く、攻略法がわかりませんでした。今は大人になりましたが、超能力なしでは生活ができない体になりましたとさ。お激しい。ピッコロがワンパン100ダメですよ。おファイングリーン、緑枠はすでに定員だから。こいつやったぜ。まあ、こんなものだろう。マップ9は、悟空の最後の修行、海王様との組手です。このマップは、とにかく海王様と戦闘を繰り返し、海王様の HP をゼロにすれば、マップクリアです。しかしこんなだらしねえ体をしている海王様ですが、BP は後に戦うナッパ以上、このゲームのボスでは2番目の強さです。こちらの戦法は、ただ殴るだけ。必殺技も打たしてカードも使えません。この状態では、まず海王様に勝てませんが、負けても全回復で再戦できます。何度でも。一方海王様に与えたダメージは蓄積され、次戦に持ち込むことが可能。つまりいつかは倒せます。海王星に不可解があるってもんだ。死ねばいいことあるな。ちなみにこの修行を終えると、悟空の使える必殺技が増えます。今まではこの3種類しか技がありませんでしたが、修行後はこんなになります。まさに技のデパートやー。しかし実際は、元気玉が強すぎて、他の技が完全に腐っています。せいぜい他に使うのは、4倍海王剣カメハメハくらいでしょうね。こんなに技のモーションや設定に容量をかけるなら、あと10種類くらいは、雑魚を増やせただろうに。同じ顔ばかりで、生態系ガバガバじゃないか。そんなこんなで、悟空の体力が危険な領域に突入しています。はい、復活しました。これを繰り返して海王様を倒します。このマップ攻略のコツは、とにかく狩猟マスに入り回数をこなすこと。ただそれだけ。作業芸だよ作業芸。余裕をぶっこいてバンバン移動していますが、今まで短縮してきた分で日数に余裕があるので、カード記入をしています。少ない回数で海王様を倒す方が、クリアタイムの短縮になりますからね。皆さんお忘れかもしれませんが、これ RTA やっているんですよ。作業はどんどん倍速しちゃいますね。さて、長かったこのゲームも次のマップで最後ですね。次のマップは、ナッパとベジータのサイヤ人盛り合わせです。普通にプレイしている人からしたら、ナッパは最後の関門でしょう。大体の人は悟空がベジータ戦で合流するので、ナッパを悟空抜きで攻略する必要があるからです。しかしこのプレイでは、悟空は最速で合流します。そのタイミングは、中ボスの栽培マン戦です。こいつは BP では3所や2機くらいあるくせに、6機でかかってきます。こんなやむちゃが発狂しそうな戦闘も、悟空がいることで短期戦に持ち込めます。今まで散々セーブ歩きやカード吟味をしましたが、最終マップは、おそらく短時間でこなせるでしょう。やったぜ。まあ、こんなものだろう。狩猟完了です。ドラゴンボールを使い、シェンロンを呼び出します。悟空を生き返らせるつもりですが、もし願い事があれば、叫んで、どうぞ。サイヤ人2人が地球に襲来。なんか偉そうだな、お前ら勝負を舐めんなよ。果たしてチャオズとその今回はここまでとなります。次回パート6。最終回です。強襲サイヤ人 RTA 最終回のパート6、始まるよ。前回、マップ7から9をクリアしました。僕もう戦いたくない。今回は、無謀にも地球を侵略しに来たサイヤ人を、恥ずかしめてやりましょう。よくわからない捨てチェックを済ませたので、まず栽培マンを倒しに行くぞ。このマップ10が最終マップとなり、クリアすれば念願の ED です。そして残る戦闘は3回のみ。栽培、ナッパ、ベジータです。こっちはすでに十分すぎるほど強いです。どこせんなど不要だ。セーブ歩きを駆使し、サクサク進みましょうね。まずは栽培マンのところに行きましょう。道を間違えた。この左にいるのが栽培マンです。さようなら。結局マップ1で戦った雑魚が、最終マップまで現役でしたね。でもお前らのおかげで、痛みとか苦しみとかを学べたよ、ね。不殺の誓いをしたのでリセットだ。栽培マンのところまで、飛ばしますね。悟空の修行にかかった日数は数えていないが、多分最速で合流するでしょう。何気に初めての組み合わせ。サイヤ人3人組ですね。さて、うちのサイヤ人は遅刻せずに来るでしょうか。もう着いたのか。早い。来た、猿来た。メイン猿来た。これで勝つる。というわけで悟空が合流。めでてー。散々蛇の道での狩猟をサボった悟空ですが、すでに BP は8500を超えています。この悟空に、栽培マンを短時間で倒してもらいましょう。じゃないと、このチャートの意味がなくなっちゃうからね。いきなり悟空を狙わないで。硬い。しかし急いできたせいか、HP 未回復じゃないか。そしてこの植物どもは、相変わらず悟空を殴りやがる。お前らの好物は、あっちにいるヤムチャだろ。しかし、圧倒的に強い悟空なので、殴られてもへっちゃらへいです。しかし栽培マンは HP も BP も高く、なかなか倒すのが面倒ですね。単純には比較できませんが、BP1200 はニッキーと同等です。それが6匹です。そうだ、その道着を狙え。ちなみに栽培マンの AI は、ヤムチャを狙いやすいみたいですよ。しかし道着は区別できても、顔は区別できていない可能性が。悟空、狩猟の成果を見せてやれ。この威力。ヤムチャと比較すると歴然です。まさにすっとすっぽん、ほもとれず。緑は、新山の緑に厳しいようで。しかしこのカードを選ぶもたもた、治りませんかねー。あまり BE がありませんが、ここは悟空の火力を頼りましょう。この戦闘は敵の数が多いため、超能力より一撃で落とす方が効率的です。チャオズを使うのはこの後の戦いです。楽しみだー。昔はこの妖怪液を、妖怪液だと思っていました。妖怪がどんな汁を発射してくるのか、不思議に思ったものです。動くと当たらないだろ。天さんの背中が、人の顔に見えますね。悟空以外は、ダメージ通りませんねー。BE が少ないので、適当に技を使いましょう。強い。でもエフェクト地味すぎー。せっかくだけど、8倍速で飛ばします。ヤムチャが栽培マンの自爆で映らない限り、見どころがないからね。ちなみに栽培マンの捨て身攻撃ですが、技攻撃力が240あります。ちなみに悟空の元気玉の技攻撃力が150。海王様、元気玉しょっぱくないですか？とどめは悟空の、クソサムダジャレ親父パンチだ。やったぜ。まあ、こんなものだろう。次は岩山を回り込み、ナッパの元へ向かいます。原作では、Z 戦士がナッパに追い詰められている時に、悟空が合流しましたね。今回はしょっぱなから悟空がいます。スキンヘッドの子かわいそう。今更ですが、ドラクエ1と同じ歩き方なんですね。かりん様、副業儲かってますか？英気を養ったので、ナッパのところへ。行くぞ！ナッパよ。ここがお前の死に場所だ！残すはこの戦いを含めあと2戦。サクッと倒すぜ。この戦い、はっきり言って負ける要素はありません。そして戦い方も、ガーリック戦のあれと同じです。はい。というか、悟空がいる時点で、別に超能力がなくても倒せちゃうんですよね。しかし、HP1800 はとても高いです。まずはチャオズで柔らかくしましょう。原作では、ヤムチャとナッパのマッチアップはなかったですよね。さよなら天さん。さよならナッパ。もうただのサンドバッグです。みんなで殴りましょう。まだ硬い。原作ではご飯をかばって死にますが、これで心配いりませんね。必殺カードがないようなので、父を使いましょう。あとはみんなで動けないおっさんを殴れ、というか、これどっちが悪者だ？強襲しなければ、やられなかったのに。知ってる。ナッパの基本防御力は6。チャオズの超能力で2、減らせるので、このターンと次のターン使えば、完全に何体かさせられますぜ。チャオズ、もっと柔らかく。よすよす。徐々にダメージが増えてまいりました。殴りで208ダメ。お前人間じゃねえ？チャオズ、もう一声。ナッパ最終形態が完成しました。この世で一番柔らかいハゲです。この威力。このターンで終わらせましょう。悟空に必殺技を打たせます。もう超能力はいいって。ここは元気玉を打ったとしても、どうせチャオズをチェンロンで回復させるので、温存した意味が、全くありませんでした。動けないのに避ける。動けないってなんだよ。まだ HP が1000以上残ってますが、さてさて。やったぜ。まあ、こんなものだろう。宿には行かず、このまま突っ走ります。回復はすべてシェンロンで足ります。カードの備蓄も十分です。このチャートは、最終マップを短時間でクリアするために練られているので、今までのマップとは比べるべくもなく、サクサク進んでいますね。このすぐ上にベジータがいます。倒しません。逃げ。加速。念のため最後のチキンセーブを。ここがお前の死に場所だ！強襲サイヤ人のラスボス、ベジータです。HP、BP とも桁違いに高いです。しかし、お前はこれから本当の地獄を見ることになるだろう。俺も神に感謝することがある。チャオズが敵でなかったことを。このように、普通ではダメージが通りません。悟空でもこの程度です。もしお助けカードや必殺技がなければ、全員今の 2,3 倍は BP が必要でしょう。このゲームにおいて、ベジータはそれほどに強いのです。しかしベジータは一度も動くことなく、チャオズに緊縛されました。まあこれがないとプレイ時間が倍はかかるからね、しょうがないね。まあ君の見せ場はもうないわけだが、ニコニコにおいてはなくてはならない存在だ。気にすることはないよ。昔はライバルといえばベジータだったんだ。お前はいつから芸人になったんだ。しかしベジータは地球に何しに来たんだ。これもうわかんねえな。さっきは、地球のドラゴンボールとナメック星のドラゴンボールに、結構興味ありますって言ってましたが、こいつも例によって、永遠の命を欲しがっているのでしょうか。やめておけ、永遠の時間ほど辛いものはないぞ。ネトゲもモンハンもいずれ飽きる。あれほど強かった緑も、もはや虫けらです。インフレ怖いなぁ。チャオズ先生の、会心の時間です。おう早く柔らかくなれよ組やらねえぞー。これが最後の倍速編集か、というかずっと倍速だらけでしたね。超能力4回で、だいぶやっこくなりました。このターンで終わりにしましょう。時は来た。それだけだ。閻魔様と父で必殺カードを作ります。さらに海王様でステータス強化。2枚目。3枚目。4枚目、悟空は海王様なしにはいられない体になっちまったな。そして海王様から授けられた元気な玉を、ベジータにぶち込みます。チャオズは先行超能力よろしく。おう、卑怯なカード使うな。硬いと倒せないだろ。チャオズ、金がギリギリぶっちぎりの超能力を見舞ってやれ。死のうか。オラに元気を分けてくれー。やったぜ。まあ、こんなものだろう。おう何度でも来い、今度来たらまた超能力だからな。Z 戦士はめでたく全員生存。強襲サイヤ人ってなんだよ。これにてゲームクリア。ここからは戦犯リスト鑑賞会となります。まずは完走した感想ですが、初めての RTA ということもあり、色々と手探りでやってみましたが、ここまで時間がかかるとは、正直思いませんでした。一応短縮ポイントを上げるとするなら、マップ3以降のカード回収を1、2回減らす。最後はカードだだ余りだったよ。ガーリック上でのレベル上げをしない。あそこまで強い必要はなかったかも。マップ7のご飯を間引く。最後まで戦力にならないからね。この3つを省くだけでも、5時間台は出せたと思います。今度からはそうしましょう。そしてゲームの総評としては、戦闘長い、敵少ない、装備ない、などなど、当時からしてみても、斬新なゲームだったと思います。かし、プレイを全体的に見直しても、本当に計画的にいかないもんですね。移動にしても戦闘にしても、カード選ぶの遅すぎ。先を見越してボタンを押すくらいで、RTA はちょうどいいのかもしれませんが。いやー、ガチの奏者はやっぱりすごいと思いますよ。あとエンディングの最中で、下品なんですが、漏れそうです。それも両方から。この寒い時期に6時間休憩なしとか、ありえんぜよ。おまけに夜食に食べた焼き芋が胃腸を刺激して、爆発寸前です。早くエンディングが終わらないと、糞尿掃除 RTA が始まっちゃう。やばいやばい。仮に間に合っても、私のカメハメハに便器が耐えられない可能性が、ビレゾン？奏者には体調管理も求められるのかと、今後の教訓になりました。さて、この動画は私の初制作になるのですが、最後まで見ていただいて、ありがとうございます。まだまだわからないことも多く、手探りで作っている状態ですが、もっと楽しく見やすい動画が作れるように、いろいろ工夫してみます。おそらくまた投稿するかと思いますが、いつになるかは、まだわかりません。リアルの状況次第です。仕事との時間の兼ね合いがあり、どこまで時間が取れるかまだ見えてません。というか、ここで仕事の宣伝するから、動画作る時間くだち。言われた仕事なら、何でもしますから。と言ってる間に、終わりの時がやってきたようです。壮絶なネタバレ画像が出た時点で、タイマーを止めましょう。ここでタイマーストップ、6時間29分20秒。言葉にならない？以上で、強襲サイヤ人の RTA は終わりとなります。長時間のご視聴、お疲れ様でした。またお会いしましょう。